続いては25アットマーク、各市町村の輝く人や次世代に向けた取り組みを紹介しています。今日は上小阿仁村からです。手作りのプリンで村おこしに奮闘する男性を紹介します。五城目町から国道285号線を北上すること30分、上小阿仁村に入ると見えてくるのが手作りのプリンやクッキーなどを販売する山文です。宇野光一郎さんが店を切り盛りしています。北海道出身の宇野さんは山形で環境調査の仕事をしていましたが、17年前、妻幸子さんの父のふるさと上小阿仁村に移住してきました。何か食べ物を作る仕事をしたいなと思いまして、当時農業の担い手不足っていうのも随分話題になってましたんで、じゃあ農業できないかなといろいろ考えている中で、上小阿仁に上さんの父親の実家が空き家になって、家があって、で農地もある、あと上小阿仁で農業研修も受けられるということで上小阿仁に来ようと決めました。第二の人生として夫婦で農業と飲食店を始めた宇野さん、子供が生まれたのをきっかけに現在の菓子店へと形態を変えました。気になるのが山文という店の名前、その由来は？この家の昔からの屋号で、名字と、名前の頭文字何代かついてるんですけど、その山文という呼び名がもうこの家の呼び名になってますので、それをそのまま使いました。伝統ある、名前だけは伝統がありますね。由緒ある屋号から名付けた山文、自慢は手作りのプリンです。自分たちが美味しく感じるっていうのはもちろんなんですけども、海であったりとか、その香り付けであったりとか、こういうのが食べたいんだけど、なんか探してもなかなかないなっていうものを自分たち、うちの店で作るようにしてます。菓子作りは全て妻の幸子さんが担当。自慢のプリンは県産の卵やまろやかな甘みが特徴のオーガニックシュガーなどを厳選し、真心込めて作ります。シンプルなものと自家製のかぼちゃを使った2種類、滑らかな舌触りと優しい甘さが楽しめると口コミで徐々に広まり、プリン目当てに多くの人が訪れます。もらって食べたら美味しかったんで、また自分で買いに来ましたであるとか、人からこう美味しいと教えてもらって買いに来たっていう、美味しかったから来ましたっていう反応が一番嬉しいですね。ちなみに店の前には大きなプリンが。これはうちのかみさんのアイデアで、何かこうアイキャッチになるプリンの形をしたものがないかっていうのを考えたんですけど、写真撮るお客様も結構いますね。あの上に買ったプリン乗せたりとか楽しんでくださってるみたいです。家族の縁から村にやってきた宇野さん、村のために強い思いを持っています。お客さんが来てにぎわうと、ここに来て楽しいっていうふうにもなっていくと思うので、ここでやり続けて、ここにおいしいプリン屋さんがあるよということになると、それが村の名物になるのかなと思ってました。存在感を持ち続けながら続けていきたいなと思ってます。宇野さんはこれからも美味しいプリンや菓子で村に笑顔の輪を広げます。